で、今日のトピックなんですけれども、あなたの奥を盗む犯人は誰っていうことでお届けをしたいなと思っております。で、これはどういうことなのかというと、そのなんで奥を盗む犯人がいるのかっていうところからちょっと話していきたいなと思うんですね。このタイトルから皆さん想像していただきたいのは、 を盗む犯人っていうことは、皆さんは奥を持っているんでしょうか持っていないんでしょうかこの宇宙上にはあなたの奥が存在するかどうかっていうことを考えていただきたいなと思うんですね。これ持ってるって思っていただいた方は、これ持ってるんですか持ってないんですかはい。持ってるんですよね。で、これどういうことかというと、宇宙の資源っていうところから考えていただきたいんですね。で、これ持ってないって思うと、これ絶対持ってないんですよ。 あなたの中に奥を稼いでみたいという願望が存在しているのであれば、あなたが願望を持った瞬間にその思考が奥を稼ぎたい周波数っていうのが、もう宇宙には発注されてるんですよね。ですので、あなたの奥が発注されているので、波動としては存在しているっていうことなんですね。 で、ここの波動として存在しているっていう部分の仕組みをよくわかってほしいっていうことなんですよね。えー、ということで、これ、発注、あなたが思考を持った途端に存在しています。宇宙というのは、えー、これ私たちが思った願望を全部工場で作ってくれるんですよ。あなたがさらにひらめきを受け取れるようになると、あなたのもとにこの宇宙がずっ 今回作ってくれている奥をあなたが受け取れたってことになるんですよところがここで泥棒ちゃんが来てしまうと受け取れやんやってことになるんですよなのでこれをめっちゃ今日は 理解していただきたいと思うんですね。あなたが何せ今からもうすぐできることっていうことは、奥をずっと言っていっていただきたいんです。で、なんでじゃあこの奥奥奥奥言うだけで、えー、そんな奥が受け取れて泥棒がいなくなるんですかっていうと、ラス あなたがラスに何を入れるか問題だけであって、脳は全部発見できるんですよ。なので、出費出費言ってると、あなたが本当に奥泥棒だっていうこと分かっていただけますだからあえて言ってもいいですかあなたが自分の貧乏を作っているってことなんです。 なので、ラスを制するということがまず一つ目なんですけれども、それに加えて自己肯定を高めていく。自分のことを OK とする。ダメな自分も含めて OK とするっていうのがもう一個、宇宙銀行 ATM のパスワードと自分を合わせていく。めっちゃ大切なことなんですよ。 自分のことをダメやんって言った瞬間にはいパスワードが違いますってことなんでもう絶対今日から自分自身を責めるというのを もうやめてください。むち打ちダメです。奥を受け取りたかったらね。では、次行きます。えっ、ー、と、また ATM のパスワードが、えー、違っちゃう。内々成人にならないようにしてってください。これはどういうことかというと、よくわからない。うまくできない。どうせ許せない。まだできてない。足らない。これです。 ないという言葉、宇宙が理解できないんですよね。で、無意識も理解できない。集合意識も理解できないんです。ですので、あなたがわからないというと、えー、それはないないにの罠にはまってしまって、わからないって言った瞬間に、ラスがわからないを集めてきちゃうんですよ。ということなので、わかる、できる、ある、 もうこのあるある星人になっていったとしたらば、あなたはここから億万長者にしかならないってことなんですよ。 で、前提ミスっていうのがあります。これは、お金欲しい奥欲しいっていう風に、力んで言っちゃいますと、これ何にフォーカスしているかっていうと、奥がないこと、お金がないことにフォーカスしているので、あなたがフォーカスしているものが、えー、どんどんあなたの心、あなたのところに来ちゃうんですよ。だからこそ、この前提 でで間違っていいる人もめちゃくちゃゃく多いのでえお金欲しい、お金稼ぎたい、引き寄せたいとえ、このしがみついている執着っていうところに行ってしまうと、前提が全部ないところにフォーカスをしてると、その前提が引き寄せられちゃうんですね。あれです。太りたくないって言った瞬間に太っていく自分がいるのわかります。ですので、フォーカスは あるところにどんどんんししてってほしいっここが間違わなければ、ここから先、もう皆さんめっちゃうまくいくようになるの分かりますかねそしてもう一個いきますよ。逆発注。これは、まあ、今に言ったことに近いんですけど、逆発注は、出費したくない、騙されたくない、太りたくないっていうふうに言えば言うほど、あなたは出費したくない。 フすることになります。騙されることになります。太ることになるんですよ。ですので、何々したくない。したくないは言わないってことなんですね。わかりましたそれがわかってくれば、この逆発注もしないで済むっていうことなんですね。で、え発注ミス。 が、えー、羨ましい、悔しい、なんで私ばっかりって言ったらば、それが引き寄せられるようになるよってことなんですね。ですので、えー、羨ましいじゃなくて、それ私もくださいっていいわけですよね。まとめていきますので、ここだけ理解してくださいね。あなたの奥を盗む犯人は、ごめんなさい。あなたです。で、宇宙銀行のお金は、どこにあるのかというと、 波動として、あなたが発注した時点で、すでにこの宇宙上に存在しています。あなたが今、えー、これ見てくださっている方の宇宙銀行には必ず、えー、奥があります。あなたが波動が宇宙と同じになっていれば、自分をいじめた瞬間に、はい、宇宙はあなたをいじめようと思っていないので、波動がずれます。 っていうことは、宇宙銀行の ATM のパスワード、間違ったってことになりますから、間違っても自分をいじめるということはやめてください。OK? 自分を全部肯定してあげてください。しかし、自分を肯定するときに、私はすごいのよってやるんじゃなくて、私も素晴らしい。みんなも素晴らしい。そして、 えー、みんな不完全で OK。感謝を当たり前ゼロでしていくということです。 感謝を当たり前ゼロで全てに食べさせていただいているえ命ちゃんにありがとう、お野菜ちゃんにありがとう、周りの人にありがとうと当たり前ゼロに全部を感謝をしていれば、えあなたは自分を卑下しすることなく、あなたの高い波動をずっと維持することができるので、 高い波動だと埋もれて宇宙があなたのことを発見できずに、えー、あなたに本来届くべき1億円が他の人に行っちゃうっていう、えー、泥棒をあなたが働かなくて済むよっていうことなんですね。 私なんて、またドジしてどうじ、どうせ無理、まだ未熟って言わないでいいよ。私は最高言い続けて、ないない成人やめましょう。よくできない、わからない、うまくいかない、許せない、まだできていない、まるが足りないという、ないないという言葉は、宇宙も、それから、えー、あなたの、 宇宙も、そして無意識もそれを理解できないから、ますますわからないことになっちゃうので、よくできているよ、うまくいっているよ、許せるよ、もうできてるよ、全部足りてるよと言い続ける前提ミスは、お金欲しいねんという欲しく、えー、お金欲しい欲しいって言うと、ないにフォーカスしているとそれが実現しますから、それをやめていく。 お金を稼ぎたいって言っていると。 稼稼げげななない自分にフォーカスしてるから稼げなくなります引き寄せたい引き寄せたいって言ってると、引き寄せられなくなるってことですね。そこのフォーカスが引き寄せてないことにあるときはね、えー。ですので、それを前提ミスをなくしていく。そして逆発注。出費したくない騙されたくない太りたくないで、ますます太るし、ますます出費し、ますます騙されるっていうことですね。で、発注ミス。羨ましい。 悔しいなんで私ばっかりって言うたら、それがそうなっちゃうから、ではなくて、私もそれくださいって言えば OK ですよ。すべては私にとってうまくいっていると言い続ければ、それが現実になるよということです。ということで、皆様本当にどうもありがとうございました。それではまた、バーイ !Thank you!